ランドールジェローム、ランディメッセンジャーは、アメリカ合衆国ネバダ州出身の元プロ野球選手。ウトを右打ち。スポーツ新聞などの見出しでは、メッセと略されることもある。NPB 阪神タイガースには2010年から2019年までの10シーズンにわたって在籍。これは、球団の歴代外国人選手として、史上最長記録である。報じする通り、 通算1475奪三振、8年連続規定投球回、到達など NPB 外国人選手記録を多数保持している。4歳でティーボールを始める。9歳で本格的に野球を始め、スパークス高への進学直後まで遊撃手を中心に三塁手、外野手、投手なども務めた。スパークス高2年の頃から投手としての出場機会が急増し、 急速は最速90マイルパーアワーを計測した。3年生になると、急速は最速95マイルパーアワーを計測するまでに、成長を遂げ、大学やプロからの注目を集めるほどとなった。1999年の MLB ドラフト11巡目で、フロリダ・マーリンズに指名されプロ入り。2005年6月22日に、マーリンズでメジャーデビュー。 メジャーで29試合に登板した。なおデビュー4戦目にあたる7月8日の対、シカゴカブス戦では、5回1死からドントレルウィリスに次ぐ2番手投手として、登板し、後に、阪神でチームメイトとなるマット・マートンと2打席対戦して、右ギフと右二塁打であったが、この試合が、マートンのメジャーデビュー戦であった。2006年には、中継ぎ投手としてメジャーに定着し59試合に、 当番。2勝7敗、防御率5.67の成績を残した。2007年、前年に続きメジャーで、9円登板を重ね、シーズン前半までに23試合へ登板し1勝1敗、防御率2.66の成績であった。マリナーズ時代2007年シーズン途中に、サンフランシスコジャイアンツへ移籍。マーリンズ在籍児童用。 中継ぎ投手として37試合に登板し1勝3敗、防御率5.09の成績を残した。2008年にシアトルマリナーズに移籍し、中継ぎで13試合に登板し、防御率3.55の記録を残した。2009年は 3A で52試合に登板、防御率2.86で25セーブの高成績を上げた。メジャーでは十二試合に登板、0勝1敗で、 防御率4.35であった。9月19日の大ニューヨークヤンキース戦は松井秀喜をすべて直球で3球三振に打ち取った。同年オフにロースターから外されて自由契約となった。2009年12月10日に阪神タイガースがメッセンジャーと契約したことを発表した。推定年俸60万ドルの1年契約で背番号は前年まで。 ジェフ・ウィリアムスが着用していた54。2010年、前年限りで対談していたスコット・アッチソンに代わる、セットアッパーとして期待されていたものの、シーズン開幕当初から不安定な投球が続いた。さらに、先発投手が足りないというチーム事情から球団が、シーズン開始直後にジェイソン・スタンリッチを獲得した。影響もあって、4月23日に出場選手登録を抹消された。 抹消後は先発転向を視野に調整を進め、先発ローテーションの一角だったケーシー・ホッサムが、不審に陥った7月に一軍へ復帰すると、11日の対横浜ベイスターズ戦で来日後初先発し、6回2失点で勝利を挙げた。8月4日の対読売ジャイアンツ戦で、内海哲也から左中間越えの大飛球を放ったところ、一旦本塁だと判定。 ビデオ判定で打球が外野フェンスの最上部に当たっていることが判明したため判定が2塁打に変更されたが先発投手としては7回を2失点に抑えて勝利投手になった。しかし9月8日の対中日ドラゴンズ戦で森野正彦に頭部支球を当てて危険球退場となりその後も序盤に大量失点を与えたりと不安定な登板が続いて5勝6敗。 防御率4.93でシーズンを終えた。この成績のため翌年の契約は流動的であったが新しく外国人選手を獲得するより計算できるとの首脳陣の判断によりオフに再び1年契約を結んだ。シーズン後には土木作業でトレーニングする意味合いも兼ねて自宅の庭に馬小屋とブルペンを自作して自主トレーニングをしていた。2011年には スタンリッジと共に先発ローテーションに定着。8月6日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、9回西で失点し、完封は逃したが、最後は9回1失点で半身入りごとしては、初の関東勝利を挙げた。9月6日の対広島東洋カープ戦では、チーム一番乗りの10勝に到達。結局、野ー敦ーと並ぶチームトップの12勝でシーズンを終えた。 シーズン終了後には、前年度の年俸を3倍に増やすことを条件に、阪神球団との間で新たに2年契約を結んでいる。2012年には、4月17日の大ヤクルト戦で、来日初完封を記録。味方打線の低迷により勝ち星には恵まれなかったが、チームで最多の29試合の先発登板を記録し、最終戦で10勝目を挙げた。 この好成績を背景に、一時はメジャーリーグへの復帰説が報じられていた。しかし、前年末に結んだ2年契約に沿って、シーズン終了後に、阪神への残留を決めた。2013年には、ノーミが公式戦開幕前の WBC に、日本代表として参加したことを背景に、阪神の外国人投手としては1987年の、 マットキーを以来26年ぶり3人目の開幕投手に起用。ヤクルトとの開幕戦では6回3失点という内容ながら、阪神の外国人投手としては1965年のジーン・バッキー以来48年ぶりの開幕戦勝利を記録した。5試合に先発で登板した7月には、1関東勝利を含む4勝無敗、防御率2.43という好成績で、 セントラルリーグ投手部門の月間 MVP を初めて受賞。阪神の投手からは5.6月の脳みに次ぐ3ヶ月連続の受賞であった。その一方で9月17日の対広島戦では来日後自己最多の150球を投げている。なお、シーズン2さんの脱三振数が183に達したことから、シーその一方で 阪神球団がシーズン終了後にマウロ・ゴメスとゴ・ノボルカンを獲得したことから一軍へ同時に登録できる外国人選手数の上限との兼ね合いでスタンリッジと共に対談する可能性が報じられていた。結局、スタンリッジが対談に至ったのに対してメッセンジャー自身は2年契約で阪神に残留した。2014年には 阪神への在籍年数が5年に達し、同球団の外国人投手としてはウィリアムスに並ぶ長さとなった。レギュラーシーズンでは4月29日の対広島戦から5月17日の対 DNA 戦にかけて甲子園球場での先発投板で3試合連続完封勝利を記録した。阪神の投手による本拠地での公式戦3試合連続完封勝利は 1962年、1966年の村山実る、1965年の人員バッキーに、ついで3人目である。9月2日の対 DNA 戦では、8回3、失点の12奪三振で、勝利投手になるとともに、シーズン2算の奪三振が201に到達。この奪三振数は、2リーグ分立以降の NPB の球団に在籍した。 外国人投手としての最多記録である。また、日本人投手を含めた、セントラルリーグでのシーズン200奪三振は、井川慶が、阪神時代の2003年に記録して、以来10年振りの達成であった。結局、レギュラーシーズンでは13勝で自身初の最多勝利、226奪三振で2年連続最多奪三振投手のタイトルを獲得。ただし、 13勝での最多勝利はリーグ史上最小記録であった。チームのシーズン2位で迎えたポストシーズンでは巨人とのクライマックスシリーズファイナルステージで第3戦に先発。初回に安倍晋之助に CS では巨人唯一の先制的地打を打たれ、3回には亀井義幸にソロ本塁打を打たれたものの得点圏の場面では初回の安倍以外に得点を許さず。 5回に失点の高投を見せた。最終的にチームは6回に同点に追いつき、7回に勝ち越しそのまま逃げ切って勝利。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも第1戦と第5戦で先発を任された。かつての同僚であったスタンリッチと投げ合った甲子園での第1戦では勝利投手になったもののチームの1勝3敗で迎えた福岡や福岡。 ドームでの第5戦では、味方打線の頻打で高騰が報われないまま、ソフトバンクのシリーズ制覇を許した。2015年には、前年から 2kg 増の体重 122kg で、春季キャンプをスタート。3月27日の対中日戦に2年ぶり2度目の開幕投手として先発。6回3失点という内容ながら、勝利を一した。その後の先発登板でも、 不安定な投球が続いたため、5月10日の対、広島戦で、リーグ最多の5敗目を喫したことを機に、新外国人投手のマリオ・サンティアゴと入れ替わる、格好で、翌11日に出場選手登録を抹消された。なお、抹消後の5月23日には、東北楽天ゴールデン・イーグルスとのファーム交流戦に先発、5回1失点6奪三振という結果を残している。 同月29日に再登録を果たすと、同日の対埼玉西武ライオンズ戦での先発登板でシーズン3勝目と11奪三振を記録。来日後の公式戦、通算803奪三振も達成したことから、セントラルリーグ在籍外国人投手の通算、奪三振数で歴代2位に浮上した。さらに、この試合の一回裏から六月二十日の対ヤクルト戦三回、 表まで4試合にわたって自己最長の27イニング連続無失点を達成。同月28日の対 DNA 戦で来日後の通算脱三進数が832に達すると8月12日の対中日戦では日米通算1000奪進9月10日の対巨人戦では NPB 公式戦1000イニング登板に至った。しかし、 レギュラーシーズンの一軍公式戦通算成績は9勝12敗で来日1年目以来5年振りのシーズン一桁勝利に終わった。なお、チームのシーズン3位で迎えたポストシーズンでは巨人とのクライマックスシリーズファーストステージ第2戦の先発登板でチームにシリーズ唯一の勝利をもたらしている。また、シーズン終了後の十二月八日には一年契約で 残留することが、球団から発表された。2016年、前年に続いて、京セラドームで中日との開幕戦に先発。7回途中4失点という内容で、敗戦投手になったが、5回裏の第2打席で3塁頃ながら1塁へ出ると、自打者、高山俊の打席中に単独で2塁への投塁を、起とした。公式戦では来日後初の起とであったが、 この投類を成功させたばかりか、中日の保守、カツラ・イから二類への送球がそれる間に三類まで進んだ。阪神の投手が一軍の公式戦で投類を記録した事例は、1981年の小林、茂以来35年ぶりで、外国人投手に限れば初めてであった。また、5月29日の対巨人戦8回裏に、亀井義行からの三振で、 NPB 史上145人目の一軍公式戦、1奪三振を達成。8月には34歳最後の日に対中日戦で自身2年ぶり5度目のシーズン10勝に到達すると25日の対 DNA 戦で11勝目と来日後初の猛打賞を記録した。阪神の当主が自身の当番試合で猛打賞を記録した事例は 2006年の福原、忍以来10年ぶりで、外国人投手では2002年のトレームーは以来であった。さらに、9月24日の対中日戦では、シーズンの12勝目を自身2年振りの完封で挙げている。一軍公式戦には、通算28試合の登板で11敗を喫しながらも、チーム最多の12勝と防御率3.01をマーク。 シーズン終了後の11月29日には2年契約でチームに残留することが球団から発表された。2017年には3年連続の開幕投手として3月31日の広島戦に登板。NPB の外国人投手では歴代最多の開幕投手起用であり、n p b 一軍公式戦通算200試合登板を達成したほか、 2013年以来2度目の開幕戦勝利を記録した。NPB の一軍開幕戦で通算2勝を挙げた外国人投手はテリー・ブロス以来2人目である。この勝利を皮切りに4月には4度の先発で3勝を挙げ、開幕戦からの通算防御率を1.95にとどめたことを背景に3.24月度のセリーグ投手部門月間 MVP を受賞した。 あとに開幕戦からの連勝を後にまで伸ばすと、7月23日のタイヤクルト戦では、3回表の打席で、来日初本塁打を、小川康弘からのソロ本塁打で記録。先発投手としても8回を無失点に抑えた末に、2年連続、通算6度目のシーズン受賞を達成した。NPB の外国人投手による、通算6度目の一軍公式戦シーズン2桁勝利は、 台湾出身の各大限に並ぶ歴代最多記録でアジア圏以外の出身者としては初めてである。さらに8月4日の対ヤクルト戦ではシーズンの11勝目をチーム初完封勝利で記録した。しかし次に先発した8月10日の対巨人戦7回裏に安倍晋之助が放ったライナーが右足のくるぶし付近を直撃。 その影響で緊急降板を余儀なくされたばかりか、翌11日の診断で、右足飛骨の骨折が判明したため、同日付で出場選手登録を抹消された。故障による抹消は来日後初めてで、8月中旬にはアメリカへ一時的に帰国。骨折した箇所を固定させる手術を受けた。8月下旬から日本でリハビリに取り組むと、9月27日の、 ウエスタンリーグ対広島戦から実戦に復帰。10月10日の中日とのレギュラーシーズン最終戦で、先発投手として一軍公式戦2ヶ月振りの先発登板を果たすと、4回を投げ終えたところで、セリーグの最終規定投球回数に到達した。レギュラーシーズンでの最終規定回数到達は7、シーズン連続で、この年に NPB の球団と契約していた投手では、 最も長く、最終登板では、9団体記録の7者連続脱三振も達成した。さらに、チームが、レギュラーシーズン2位で、クライマックスシリーズへの進出を決めたことから、10月13日には、DNA とのファーストステージ第一戦に先発。前述した骨折からわずか2ヶ月後にもかかわらず、レギュラーシーズンの最終登板から中3日で、先発したばかりか、 6回無失点の口頭で勝利投手になった。チームは第2戦からの2連敗によってファイナルステージへの進出を逃したが第3戦終了後の10月20日には前年末に締結した2年契約に沿ってチームへ残留することが球団から発表された。2018年3月30日の対巨人戦に4年連続の開幕投手として先発。 一軍公式戦開幕戦への4年連続当板という NPB の歴代外国人投手最長記録を達成すると共に7回1失点の高頭でシーズン初勝利を挙げたことによって開幕戦での通算勝利数が歴代外国人投手で最多の3勝に到達した次に先発した4月5日の対 DNA 戦で 阪神の外国人投手としては1965年のバッキー以来二人目の開幕に連勝を記録。同月12日の対広島戦では、2回表に四万塁から松山竜平へ支給を出した直後に、急進の白井一行へ暴言を吐いたとして、NPB の一軍公式戦では、自身二度目の退場処分を受けた。同月16日付で、NPB の国内 FA 権を取得。 3.4月には4勝1敗、防御率1.82という好成績を残した末に、セリーグ投手部門3.4月度の月間 MVP を受賞した。通算3回目の受賞で、阪神の外国人選手としては歴代最多であった。7月には、セリーグの監督推薦選手として、来日9年目にして、初めて NPB オールスターゲームへの出場を果たした。 7月22日の対横浜 DNA 戦では3回裏に桑原正志から奪った空振り三振でシーズン100奪三振を達成したことによって8年連続8度目のシーズン100奪三振を達成。さらにこの試合でシーズン10勝目に到達したことによって通算7度目のシーズン2桁勝利に至った。10月3日の対広島戦では6回裏に 鈴木誠也から空振りで三振を奪ったことによって NPB1 軍公式戦通算1416奪三振の外国人投手記録を達成した。シーズン最終当番であった同月9日の対巨人戦で4つの三振を奪ったことによってこの記録を1420奪三振にまで更新したが後半戦は総じて不調。8月11日の対 DNA 戦で シーズン11勝目を挙げて、以降8試合に先発登板したものの、いずれの試合でも白帽子がつかなかったため、チームトップの11勝を記録しながら、日米通算100勝達成には至らなかった。なお、シーズン終了後の12月10日には、翌2019年の契約を締結したことが、球団から発表された。2019年、 3月29日の対ヤクルト戦に5年連続通算6度目の開幕投手として先発。一軍公式戦開幕戦への5年連続当板という NPB の歴代外国人投手最長記録を更新した。4月5日の対広島戦で NPBMLB 公式戦通算100勝達成。その後も前半戦で13試合に先発当板したが3勝7敗。 防御率4.69と制裁を書き、7月下旬からは一時、帰国するとともに、右肩の治療と、リハビリに専念。8月上旬の再来日を経て、同月下旬以降は2軍の対外試合で、調整当番を重ねるも思うような結果が残せず、この年限りでの現役引退を決意。9月13日、球団を通じて、引退を発表し、9月18日に、 引退記者会見を開いた。引退試合として開催された同29日の対中日戦では、先発として登板し中日の先頭打者、大島陽平を空振り三振にとって降板、試合後には引退セレモニーが催された。これら引退工業の開催は外国人選手としては異例であった。身長198センチメートル、体重109キログラムの巨漢投手で、 オーソドックスのオーバースローからの角度をつけた投球が持ち味。フォーシームは MLB での中継ぎ時代は最速98マイルパーアワーをマークしており、その後 NPB 移籍、先発転向などを機にコントロールを重視するようになったものの、依然として平均球速約時速147キロメートルの球速を維持している。主な変化球としてスライダー、フォーク、 落差のあるカーブなどを操り、中でもフォークへの評価が高い。また、カーブは、マーリンズ時代に、中継ぎ投手としてメジャーに定着して、以降使用していなかったが、阪神移籍後に、久保厚生のアドバイスにより使用を解禁し、それ以降配球の幅を広げる、大きな武器として活用している。来日当初は体格を生かしたストレート一本槍の力押しの投球を信条としていたが、 来日1年目の2010年シーズンが不振に終わったため力押しが通用するという日本の野球に対する偏見を持っていたことを反省し、上島健治の助言によりストレート以外の球種を混ぜて打者に考え込ませることを取り入れた。脱三振能力に長け NPB 通算脱三振率は8.26を記録しているほか2010年から2019年までの NPB 在籍10年のうち9.00を超える脱三振率を3度記録。さらに2013年、2014年と2年連続で最多脱三振のタイトルを獲得している。また、公式戦通算1475脱三振、2014年に記録したシーズン226脱三振はいずれも NPB の外国人投手最多記録である。また、 中6日で投げる先発投手の多い、日本プロ野球界において、中5日で投げることを苦にしない投手の一人で、球界有数の、超タフネス投手と称される。先発へ完全に転向した2011年から2018年まで、8年連続で、セリーグの最終規定投球回に到達しており、2012年から3年連続で、リーグ最多完封。 2013年から2年連続でリーグ最多関東を記録。2014年には全31試合の当番のうち、中5日で15回、中4日で6回の当番をこなした。さらに、2012年から2016年までの5年連続で、投球回180以上、相当球数3000以上、脱三振160以上を達成。2016年は、 先発で登板した28試合のうち4試合で相当球数が130球を上回っていた。その上で阪神への入団後は前日した2017年8月11日付での出場選手登録抹消まで故障による戦線離脱を経験していなかった。その2017年も抹消の原因になった右足飛骨の骨折当初はシーズン中の復帰が 絶望視されていたにもかかわらず、一軍のレギュラーシーズン最終戦で、先発登板し、短期間での復活を果たした。トレーニングでは走り込みを重視していた。2016年から2018年まで監督を務めた金本智明は、うちで一番走るのは、メッセンジャーと評価しており、本人もトレーナーに、選手に嫌われる覚悟でランニングを課さないとダメと、力説している。 野球選手として、スケットながら、長年にわたって、阪神のエースとして活躍。特に開幕投手を務めることに対しては、チームの顔であることの証として、強い関わりを持っており、オフにアメリカへ帰国する際に、翌シーズンの開幕投手を務めることを宣言するのが、恒例となっていた。実際に、NPB 外国人最多の5年連続、6度の、 開幕戦先発登板及び開幕戦三勝という実績を残している。阪神で5年連続の開幕投手を務めたのは、井川慶に次いで歴代2人目であり、2リーグ分立後の阪神における開幕投手6度は、小山正明、江夏豊に次いで3人目、平成ではメッセンジャーのみである。阪神入団9年目の2018年の4月16日に、 NPB の国内 FA 権を取得。同年のシーズン終了後に阪神との間で新たに1年契約を結んだことから2019年以降の NPB では外国人選手枠の対象から外れて日本人選手と同じ扱いを受けられるようになっていた。外国人選手の国内 FA 権取得は NPB 史上9人目で阪神に在籍中の外国人選手が 国内 FA 権を取得するのは、球団史上初めての事例。一球団だけの在籍で、国内 FA 権を取得した外国人選手は、1996年の核、大元、2011年の元名決に次いで、NPB 史上3人目だが、アジア圏以外の地域出身選手及び、セリーグに在籍する選手では初めてである。NPB のオールスターゲームには、年に、 セリーグの監督推薦選手として出場権を得るまで縁がなかった。メッセンジャー自身はかねてから出場を熱望していたため、監督推薦選手の発表会見では、過去にもオールスターゲームへの出場に値する成績を残したことがあったと思うので、9年かかったことは少し残念というコメントを残している。実際には、京セラドーム大阪で7月13日に催された第一戦で、 二回裏から二番手投手として初登板。公式戦を含めても2010年以来の救援登板ながら、ストレートだけを29球を投げ込んだ上で、2イニングを無失点に抑えている。人間関係、城島健治はマリナーズ時代の同僚で、同時期にマリナーズから阪神へ入団した。マリナーズ遺跡後 MLB 公式戦での登板機会を減らしていたメッセンジャーに対し、 城島は日本球界挑戦を強く進め、日本とアメリカでの野球の違いなどを事細かに説明したほか、NPB 球団への推薦なども買って出たという。メッセンジャーの阪神入団にあたり、先に阪神への入団が決定していた城島は、彼なら絶対できると評価していた。城島のほか、メッセンジャーを先発投手として成功に導いた久保高生。 阪神在籍時数多くバッテリーを組んだ藤谷明人を NPB における恩人として挙げており、特に久保からは人生全般に関しても強い影響を受けたといい、強い信頼関係を築いている。阪神で外国人投手としての先輩にあたる人員バッキーとは直接会ったことがないにもかかわらず、阪神入団後の2013年に SNS でメッセージを送り合ったことをきっかけに、 信仰を深めていた。ニューヨークタイムズでは、バッキーへのインタビューをもとに、二人の信仰を物語る特集記事を2018年7月2日付の紙面に掲載した。バッキーが阪神への在籍中に達成した球団の外国人投資記録をメッセンジャーが塗り替えることを期待するコメントをバッキー本人が出したこともある。通算98勝で、 現役引退を決意することとなったメッセンジャーであったが、くしくもその引退表明の直後に、バッキーが脳卒中により82歳で急性。不法を受けたメッセンジャーは、バッキーの葬儀に花を贈呈。バッキーの長女からは、もし父が生きていれば、彼の引退をどれほど悲しんだでしょう。半身での自身の記録を破ってくれることを、本当に楽しみにしていましたからというメッセージが、 寄せられた。その他オフシーズンにはアメリカの自宅で過ごすが2016年まで住んでいたケンタッキー州の自宅では自主トレーニング用のマウンドや馬小屋を自作していた。阪神入団後の2016年に購入したテネシー州の自宅でも庭に生えている木をチェーンソーで切り倒した後にナタで割って焚き木に使うなど独自のトレーニングを継続している。来日後に ラーメンが好物となり、遠征先に必ず行きつけのラーメン店を作り、先発登板の前日は必ずラーメンを食べている。ラーメン店チェーンの天下一品では、子、サリがお気に入り。最も好きなラーメン店は、吉村家。もやしを入れると、出汁の味が変わってしまうとの理由で、チャーシューだけラーメンにこだわっていることを、テレビ番組で公言したり、 甲子園球場内限定で販売するラーメンのプロデュースを手掛けたりするなど、ラーメンに対する熱意も非常に高い。2015年シーズンから同球場で販売中のプロデュースメニュー、メッセの豚骨醤油ラーメンは、2016年シーズンまで2シーズン続けて、選手プロデュースメニューの中でトップの売り上げを記録。メッセ盛りと称する大盛りも注文できることが特徴で、 期間限定メニューや派生メニューの販売にまで発展している。2015年4月22日には横浜スタジアムでの対 DNA 戦に先発で登板したが6回7失点という内容で敗戦投手になった。また3回表虫一塁で迎えた第一打席では DNA 先発のギジェルモモスコーソに対してスイングの気配を見せないまま見逃し三振。 4回表1し1塁で迎えた第2打席では、首脳陣からギダの指示が出ていたにもかかわらず、ボールコースの初球でバスターを失敗すると3球で、見逃し三振に倒れた。打席でのこのような様子が、ナインの指揮を下げかねない、無気力プレーと報じられたことから、阪神球団では、翌23日に、高野英一本部長が、報道陣に、 プレーの経緯を説明する事態に至った。メッセンジャー自身は、第1打席では、モスコーソのスライダーを待つために、あえて打つ気配を見せなかった。第2打席では、ギダのサインを見逃したため、自分の判断でバスターを試みたという言い分で、前述の報道を否定している。同年のメッセンジャーは、上記の試合を含めて、横浜スタジアムでの公式戦4試合にすべて、先発で登板。 セントラルリーグの本拠地球上では、唯一の未勝利で、防御率4.15、3非本塁打を記録するなど、マウンドとの相性の悪さを露呈していた。NPBNPBNPB 投手記録、NPB その他の記録、NPB 外国人記録にリーグ制以降の外国人選手最多記録、NPB 打撃記録 MLB、NPB にまたがった記録、 NPB 説明の記録、ありがとうございます。